では今回からは計算の仕方、基本的の仕方について説明していこうと思います。今は、コンパイルが終わった後の状態になっています。で、最初の状態というか、まあ、皆さんがよく使われる状態はまずこういう状態になっていると思いますので、まずそういう、なんていうかですかね、最初の状態に戻してからやっていこうと思います。まずフォームホルダーを開いて、そして CPN2002 の VQC というのがありますね。でターミナルを開きまして CD スペースのこちらのディレクトリを中に入れてエンター、そしてこちらとこちらの中身がターミナルとこちらの CP のディレクトリの中身が対応するものになります。そして、入力ファイルを作ることになります。入力ファイルはこの in というところにありますで作ります。ここを開いて、でいくつかもうすでにあのプログラムが作られ、入力ファイルの例が作られています。単純な系を、まあ、とりあえずまず鉄がをやってみたいと思います。まず、エディターで開きます。そうしますと、ここに鉄の例が書かれています。でまず最初に、計算をしてみましょう。計算をするには、ここの一番左端の部分を、こうと入力します。あ、で、ちょっとだけ説明しちゃおうと思います。最初に C がついてるのは、これはコメント、このその行は、コメントになりますよという説明です。ですので、C がついてるのはここ、C がついてますので、ここの行はもうコメントになっています。で、次の行が読み込まれて、そして Go というのが SCF 計算をするためです。そしてこちらの部分がポテンシャルファイルをどこに書き込むかということが書いてあります。このデータというのはこちらのデータというディレクトリのところに FE という名前でディレクトリを書き込むという、ディレクトリじゃなくてポテンシャルデータを書き込むという意味です。ここの部分は好きな名前で構いません。例えば PBE といった名前であったりといろいろと名前を変えたりしてよいです。そして、また次の行がコメント、そしてコメントになっています。で、次からは、結晶コード、ブラベの結晶タイプを、入力します。鉄は BCC なので、ここに BCC と書かれています。で、次は、格子テストです。この上の部分が大体その入力するものに対応しています。でこれは、A 軸の方向の格子定数、ボーア単位で書きますけども 5.27 と書かれています。で次が、C、A 分の C、 そして、次が A 分の B、 そして α、β、γ と、入力していきます。でその値はコンマので分けて書かれているんですけど何も書いてないと思います。これは、BCC というもの、構造ブラベタイプが決まると、まあ、A 軸だけ決まればあとは、自動的に決められるので、というか、ウィン付け側が自動的に、ウィン付けじゃないすいません赤い KKR 側が自動的に決めてくれるので、入力する必要がないためです。で次に進みます。 CC とありますね。そしてここの部分が、デルタの部分になります。でここの部分は、マニュアルを見ていただくと分かるんですけれども、概念的には、ほとんど修正するこのままで修正する必要はなくてこの値を使えばいいんですけども、これは、状態密度を描いた時に、どれだけブロードになるかっていうのに大体対応することになります。で次に、EY ととして、これもマニュアルにあるんですけど、ちょっとマニュアルを開きましょうか。このままでは分かりづらいですね。基本的にはもう書き換える部分はほとんどなくてですね、そのまま計算してしまえばいいんですけれども、とりあえずは、説明していこうと思います。マニュアルを見て、日本語の確かマニュアルもあると思いますけれども、こちらちょっと分かりづらいですね。もっと分かりやすいマニュアルが前あった気が
しますけど、あ、ないですね。まあちょっと分かりづらいですけれども、まあホームページは変わってしまって分かりづらいのしかなくなってしまったので非常に残念なんですが、KKR を計算するときにこの E デルタというのは具体的にはどこに対応しますするかと言いますと、ここのところの部分に対応します。ここ共通空間で、このように円を描いて、まあ複素関数を、ね、習ったことあると思うんですけども、このように、円を描いて計算するんですけども、ここの部分をどこまで、近づけるかということです。あの共通のですね。でこれ値が大きくなるとここの、幅がブロードにどんどんブロードになっていって出てきた度数がぼやけた形になります。シャープなものが欲しければこの値をどんどん小さくしていきます、していくんですが、まあ大体これぐらいあれば十分です。まあ実用的にはおそらく 0.002 とかそのあたりの方がいいかなとは思いますけど、まあとりあえずディフォルトのままで問題はいいと思います。そしてこの E ワイド、エネルギーワイドですね、ですけれども、こちらはこちらの図にはあまりちゃんとしたのがないので、あったかな、ありましたね、すみません、ここにあります、この図がありますね、もう失礼しました。もう一度説明しますと、この E デルタというのがここの部分に対応しています。で E ワイドというのがここの部分に対応します。まあ正確にはここではなくて、ここからここまで、ここが EF だとしますと、ここからここまで、0.75 と 0.25 の比率で大体、幅が決まってきます。ごめんなさい。もう一回出そう。